熊の人身被害や目撃、今年も加賀地区を中心に冬眠から目覚めた熊が次々と出没しています。こうした中、今日小松市では被害を未然に防ぐための捕獲研修が行われました。辺りを見回しながら山あいの道をゆっくりと進む熊。今月10日午前6時ごろ、小松市松濤地区の山間部に市が設置したカメラが捉えた映像です。県内では今年に入ってからすでに80件もの熊の目撃情報が寄せられています。去年県内での熊の大量出没を受けて、今年は例年より時期を3ヶ月ほど早めての捕獲研修が行われています。小松市で行われた研修には市の職員や猟友会のメンバーが参加し、熊を捕獲するための檻の設置の仕方について学びました。檻を設置する場所は見通しがよく平坦で、夏のシーズンは日陰になるところが適しているということです。扉の向きをこっちに向かうぞ、あっちにしようがこっちにしようが、その向きで捕獲が変わるかっていうことは基本的にない。あとはこっちが確認しやすいところに扉の向きが決めると。小松市内では去年1年間に過去最多となる227件の熊の目撃情報があり、2件の人身被害も発生しました。今年に入ってからもすでに14件の目撃情報が寄せられているということです。基本的には人の生活するエリアと、熊の、生息圏、これを、しっかりと分けて、特に人の住んでいるところに出てきた熊に対してはできるだけ、速やかに、捕獲をするということが非常に重要になっています。熊イコールやっぱりなんていう凶暴性があるっていうのを持ってられると思うんですけど、やっぱ怖い怖いっていうのは住民の方から結構聞いてます。やはり山の方で餌がたくさんあるような状況を作ってやった方がいいのかな。小松市では住宅地と熊が生息する山間部の間などに個体を感知して自動で通報する機能がついたカメラを9台設置し、監視体制を強化しています。去年はですね、熊の餌となるブナの実が大凶作だったことがですね、大量出没の要因とされているんですね。では今年はどうなのかと言いますと、県がですね、4月にドローンで調査した段階では凶作の傾向はなかったということなんです。なかったんですね。はい、ですからだから安心というわけではないんでしょうけれども、ですが県ではですね、今回のような捕獲研修を行う時期をですね、例年より早めまして、実施回数も増やすことで、被害を未然に防ぎたいとしています。